今から市役所に持っていこうと思います。昨日黒猫が引かれました。いつもの公園と住宅街の間に道路あるんですけど、そこを黒猫が飛び出して車に引かれちゃいましたね。すごい音で猫めっちゃ吹っ飛んでて、黒猫はその後下半身が動かなくなって、上半身でもだえるようにこう、人が集まってきたんですけど、こう逃げようとしたんですけど、それもできずにその場でへたり込んでみたいな。で、引いた人も戻ってきて警察に連絡して、で近所の子供たちとかお母さんとかも集まってどうしようみたいな話になって、それで動物病院に電話したら、保護できる人がいないと入院できませんとか言われたりとか、あとだいたい初めに5万円ぐらいかかりますみたいな言われたりとかして、とりあえず5、6万ぐらいかかるって言われたんで、急いで ATM 行って10万円下ろしてきたんですけど、そうこうしてるうちに子供のお母さんが獣医師で働いてるっていうことで、夕方、黒猫が引かれたのが夕方だったんですけど、そのお母さんが仕事終わりに帰ってきてくれて、黒猫を診断してもらったんですけど、骨には異常ないみたいな形で、ですが内臓がやられてるみたいな、なんか肛門から液が出てるっていうことで、それで救急の動物病院探して黒猫をみんなで洗濯袋を入れて、で袋を入れて持っていこうとしたんですよ。歩きとか電車やったら多分間に合わないということで、その獣医師のお母さんが車出してくれて最寄り駅まで送ってくれるっていう流れになったんですけど、黒猫がキャンって人泣きして、それでなんかみんな様子おかしいぞみたいなことになって、そしたらもう黒猫動かなくなって息絶えましたね。猫引いたら物損事故だったらしくて、引いた人は警察官の人と話し合いをして、それで終わって、で、あとはもう僕らで話し合ってことを進めてくださいっていうことになって、黒猫息引き取ったんで、じゃあこの黒猫のご遺体をどうするかっていうこと でもう5時半過ぎ取って夕方の、それ以降は市役所とはもう連絡取れなかったので、次の日の朝まで黒猫を氷漬けにして、それで今市役所に黒猫を届けに行こうとしているところです。家族には黒猫の遺体、大きなポリバケツの中に一応入れて蓋閉めた状態で外に置いておいたんですけど、とても怒られましたね。その後やっぱり黒猫が息取った時はあんまり感じなかったんですけど、こう空虚な気持ちになったりとかしてちょっと辛かったですね。でいつも僕に触れさせてくれてる猫も黒猫と同じように道路をテクテク歩いていること多いんで、すごい心配で、家に連れて帰ってそういう地域猫を保護してあげたいんですけど、やっぱり家族の説得とか経済状況とかいろいろあるんでちょっと難しいな。あと保護施設みたいなところもあるらしいんですけど、そこもいっぱいらしくて預けられないみたいなことを猫の餌あげてるボランティアスタッフの方は言われてました。あともうちょっとで市役所に着きそうです。来ました、駐輪場どこや。今から警備員の人に渡そうと思います。じゃあこれで猫は行ってしまいます。はい、行きます。